Und willkommen zurück zu Let's Play Sword Art Online. Noch Song. Nächstes Event. ちょうどいいところに来たわね、キリト。ん？何かあったのか？実はね、エンシェントリング作戦のクエストを発見したのよ。エンシェントリング？レプラコンだけが作り出せる伝説の指輪のことだっけ？そう、プレイヤーメイドの最高級品よ。 今まで存在だけが示唆されていたけど、誰も手に入れたことがない幻の装備品。その素材を集めるクエストがここスバルトアルブヘイムにあることが分かったの。なるほど、レプラコン向けのクエストなんだな。エンシェントリングを作るにはレア素材と相当な果実切りの熟練度が要求されるの。名称と呼ばれるようなレプラコンにしか作ることができない一級品。 だから私、挑戦してみたいと思ってるのよ。でも、そのクエスト自体、一筋縄ではいかないらしくて。というわけで、キリトも一緒にクエスト付き合ってくれない？ああ、もちろんいいよ。本当？ありがとう、助かるわ。難関クエストって聞いたら黙ってられないよ。<笑>やる気になってくれてよかったわ。それで、クエストの詳細は？ アルフの羽と、アルフの水晶。この二つの素材を手に入れればいいらしいわ。アルフ、伝説の高位種族だな。ええ、詳しいことはクエスト専用の NPC が語ってくれるはずよ。あれがその NPC か？そうみたいね。まずこのクエストではアルフの羽が手に入るはずよ。あのおじいさん。 若者たちよ、話を聞いてくれるかね。はいはい、何かあったんですか？この洞窟はな、かつてアルフの住処だったのじゃ。しかしある時、邪神の一味に侵略され。邪神？アルフを殺した魔物がこの洞窟の奥に住み着いておる。 旅のお方、この洞窟を以前のような安全な場所に戻してくれんかね。最終クエストって聞いてたけど、モンスターを倒さなきゃ手に入れられないってことかしら。そうみたいだな。とりあえず OK するぞ。わかりました。俺たちがその魔物を倒しましょう。本当か？しかし気をつけなされ。 魔物は凶暴ゆえ、すでに何人もの若者が。餌食に行って食い殺されたのかしら。そういう設定なんだろう。まあ強いことには変わりないだろうけどな。このまま魔物を放っておいたら、洞窟から外へ飛び出して、この世の万物が全て滅びるであろう。 世界の行方はそなたらにかかっているのじゃ。なんかものすごく壮大なストーリーになってきたけど。<笑>まあいいわ、任せて。そなたらの分を祈っておるぞ。会話が終了したみたいだな。クエストも起動されたぞ。<笑>ようやくこれでスタートってことね。リズ、 すごく楽しそうだな。あったりまよ。普通のクエストとはわけが違うんだから。さっさと洞窟の奥に進むわよ。イエーイ。 So. Jetzt muss ich leider aber erstmal bei Lisbeth gucken, was ich hier ausrüsten kann. Okay. So. Lisbeth wird mir wahrscheinlich in dieser Mission gar nicht viel bringen. Kore
Ja, das war ja irgendwie klar, dass die schnell levelt. Aha. Da ist ja der Schalter. Masten, ich hab dir geholfen. Sei froh. Du kommst viel schnell Level hoch. Viel schnell Level hoch. Ich hab geiles Deutsch. Aua, ihr Pisser. Ach, dammit. Stopp. Ich muss mal gleich nachher gucken, was für Magie-Skills Lisbeth eigentlich hat. Aha. Auf jeden Fall gibt es noch einen Stock höher. Ah, da geht's sogar durch. Wo ist denn der Käfer? Aua. Das wollte ich doch gar nicht.
ーが切れたのか。この調子で行きましょう。おお。ヒポカイフ。Wie die einfach jeden Gegner Level hochkommen. Okay, eine Sackgasse. Hammer geil. Scheiß Laptop. Ne, davon komme ich ja. Also muss ich rechts. Ah, ist noch eine Tür. Die Tür ist versperrt. Ah, die öffnet sich mindestens. Ein Drache. Okay, das Fessenteil klappt wieder mal gar nicht. Doppelklinge ist auf 415. Toll, das wollte ich gar nicht. Egal. Der Drache ist eh so gut wie tot. Sag ich ja. の羽が手に入るはずだ。おっと、これかな。そうよ、それそれ。へえ、他の種族と違ってアルフは天使みたいな羽なんだな。へえ、すごく綺麗ね。さすが幻の高位種族だけあるわ。このクエストを進めていけば案外本物のアルフに会えるかも。エンシェントリングの素材を集める過程で生き延びていたアルフ一族の末裔を発見。こんな1クエストにそんなストーリーが用意されてるかね。グランドクエストだったらわかるけどさ、俺には単なるストーリー設定に思えるけどな。ロマンがないわね。せっかくファンタジーの世界なんだからちょっとは世界観を楽しみなさいよ。どうしても攻略を優先しちゃうんだよな。敵をバッタバッタなぎ倒して楽しんでる方がキリトらしいけどね。さてと、お目当てのものは手に入ったし、一旦町に戻りましょう。なあ、そうだな。OK。Alter, was die alles erlernt. Aber ich denke mal, ich kann gleich das Event weitermachen, oder? Ja, mal klar.エンシェントリングのもう一つの素材か。そうよ、この前ゲットしたアルフの羽と合わせてついに伝説の指輪が作れるわ。そうか、しかし意外とあっけなくわかるもんだな。そう
したかったな。俺もだよ。え、キリトも？ああ、もっといろんなところに行って強いモンスターをバンバン倒したかったな。リズ、ため息なんかついて、やっぱりクエストが終わるのが寂しいのか？そんなんじゃないわよ、バカ。え、バカ？いいわよ、もうさっさと行きましょう。おう。暑いと少しずつ体力を消耗している気がするな。 HP は減ってないのにね。ゲームで温度を体感できるってのも考えものだわ。熱いものとか冷たいものを食べるときはいいんだけどな。まあ愚痴っててもしょうがないか。先に進まないと。もしきつかったら俺が一人でアルフの水晶を取ってくるぞ。大丈夫よ、私も行くわ。自分からクエストやりたいって言い出したんだもん。それに私がゲットしなきゃ意味がない。熱風が。キリト。リズ、俺が風よけになる。後からついてきてくれ。もうすぐ止むと思うから少し我慢してくれ。キリト、迷惑かけてごめん。俺は平気だから。リズ、よし、だいぶ風も落ち着いてきたな。リズ、どうしたんだ？離れていいぞ。あ、ごめん、今離れるから。リズ、顔が赤いぞ。やっぱり熱にやられたんじゃないか？大丈夫、問題ないわ。気にしないで。本当か？あまり無理するなよ。うん、キリト、ありがとね。さて、今度こそ出発するか。ええ、岩に宝石らしきものがはめ込まれているな。どれどれ。って、これってアルフの水晶なんじゃないの？なんだ、あっけないな。こんなに簡単に手に入るなんて。エンシェントリングの素材を採集するクエストなのに、こんなのでいいのか？いいじゃない、楽に手に入れられるに越したことはないわ。まあキリトには物足りなかったかもしれないけどね。そうだな、だから逆に違和感があるんだ。プレイヤーを楽しませる要素として適切な難易度に設定することはかなり重要だろ。運営側がこんな簡単にレア素材を手に入れられるクエストを組むわけはないと思うんだけど。目線で難易度を設定したらクリアできないプレイヤーだらけになっちゃうでしょうが、もともとレプラコーンって戦闘にはあまり向かない種族でしょ。だからこのクエストもバランスを考えて構成されてるんじゃない？確かにそうかもしれないが。でしょ。それじゃアルフの水晶を失敬して。なあリズ、やっぱりこれは罠じゃないか。ボスを倒したわけでもないのにレア素材が手に入るなんて。ん？何？またっちゃったわよ。遅かったか。うわぁ！何？地震？アルフの水晶を取ろうとするとトラップが発動するようになってたみたいだな。Es war irgendwie klar. Vielleicht war Alfs Schutzengel der Schutzengel.
おそらくアルフに金を取りに行ったときに言った老人が言ってた邪神の一味とやらじゃないか。こいつを倒さないとアルフの水晶はゲットできないってわけね。オッケー、アップ、インスクフェクト。よし、こいつに勝ってアルフの水晶を持ち帰るよ。セイ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 。Naja, der Boss macht mir jetzt nicht so viele Probleme. Wenn ich genug MP habe, mache ich noch einmal mein Special Move und dann war's deswegen. Sorry fürs Husten. Und das war's schon. Ah ja.私だってこのくらい戦えるわよ。なんとか倒したわね。ああ、なかなか手強かったな。さすがエンシェントリングのクエスト。レプラコン向けクエストの難易度じゃないわね。キリトがいなかったらこのクエスト絶対にクリアできなかったと思うわ。そう言ってくれると嬉しいよ。で、今度こそアルフの水晶を。リース、顔がにやけてるぞ。うるさいわね。少しぐらいいいでしょ。きれい。これがアルフの水晶か。これでエンシェントリングを作るのに必要な素材が揃ったわ。腕。それじゃ一旦町に帰ろうか。今の戦いでヘトヘトだよ。そうね、私もちょっと疲れたわ。でもあんたと一緒に冒険できて楽しかった。帰ったら私の気持ち全部込めて最高の指輪を作ってあげるからね。それでそのエンシェントリングが完成したら、ちょっとまさかあんた寝てんの？大丈夫だよ。リズはちゃんと守る。やっぱり寝てる。もう最悪。クエスト。いや。いるか？キリト、待ってたわ。さあ、工房の中に入って。とうとうエンシェントリングを作るんだな。ええ、なんだか緊張してきたわ。リズが緊張するとはな。こりゃ失敗フラグが立ったかな。縁起でもないこと言わないでよ。冗談だよ。どうだ、緊張が解けただろ。もうやめてよ。SAO でダークリパルサーを作ってくれた時だって一発で成功させたじゃないか。だから今回も成功するさ。でも今から作るのは幻の一品よ。大丈夫だよ。カジスキル上げも頑張ってただろ。な、あんた見てたの？ああ、リズの店の近くに来た時にチラッと。なんだよその目は。あんたに覗きの趣味があったとは思わなかったわ。別にそういうつもりじゃないぞ。たまたま見えただけで。冗談よ。ああ、あんたと話してたら緊張してるのがバカらしくなってきちゃったわ。それはよかった。じゃあそろそろ始めるわよ。アルフの羽とアルフの水晶だな。ええ、
これら2つを炉の中に入れて、こんなもんね。それじゃあハンマーで叩くわよ。あ、それいつまで叩くんだ。多分もう少しだと思う。おかしいわね。普通の武具だったらもうとっくに完成してると思うんだけど、やっぱりエンセントリングともなるとかかる時間が違うのかしら。それとも私の鍵スキルが足りないとか。ダメダメ、こんな弱気じゃ。キリトに見られてたのは予想外だったけど、今日のためにスキル上げ頑張ったもの。あとは自分を信じて撃つだけ。来た。水晶が光り始めた。できた。おお、綺麗。リングが透き通ってるわ。すごいな、今まで見た装備品の中で一番綺麗だ。よかった、気に入ってくれたみたいね。あんたのために作った甲斐があったわ。え、俺のため？これ俺がもらってもいいのか？そうよ、あんたしかこの指輪の所有者はいないわ。でもエンシェントリングってものすごくレアなんじゃないのか？だからキリトのために作ったんだって。クエストを手伝ってもらった俺。それにあんたがこれをはめて攻略してくれたら、うちの店の評判も上がるでしょ。それはそうだけど。ほらつべこべ言わずにさっさとウィンドウ出しなさい。ああうん、ぴったりね。ありがとう。この指輪にはリズの気持ちがこもっているんだよな。すごく嬉しいよ、ありがとう。エンシェントリングも完成したことだし、通常営業に戻るわよ。ほら、いつまでここにいるつもり。早速フィールドに出て指輪の効果を試しなさいよ。そうだな、リズ、ありがとう。当たり前でしょ、私が作ったんだからね。言っちゃったか。ああ、また私の気持ち伝えられなかったな。大体なんで女の私があいつに指輪あげてんのよ。普通逆でしょ。って、私ったら何を考えて。はあ、でもいつかいつかきっとあんたを振り向かせてみせるわ。そう、mal gucken was der Ring bringt. Wow. Ach, wieso haut er mir das Leben so sehr runter? Eigentlich bringt er mir erst noch was. Ja, ich gebe ihm erst noch. Eiskalt einfach, aber hey, muss. So, ich glaube, das war's jetzt aber eigentlich mit Events und so Scheiß, oder? Habe ich jetzt eigentlich meine Ruhe. Hier ist nichts mehr. Ich gucke jetzt alles durch, bevor ich nie, nach Nibelheim gehe. Auch nix. Da sowieso nicht. Hier war ja auch nichts mehr, gell? Und hier ist eh nichts. Das heißt, ich hab meine Ruhe endlich von diesem Scheißdreck. Okay, im nächsten Part geht, denke ich mal, weiter mit der Hauptquest, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.